皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では本日は、ゼロゼロ伝説、ティアーズ・オブ・キングダム、やっていきましょう。ここら辺ね。もう見つけてはいたんよ。ここら辺、コログ見つけてた時にさ。どのあたり？上やから、ちょっと上に、ちょっと、やってみよう。じゃあ。ソリ。じゃあ、ポーチから出して、んで、扇風機、少ねーってなって、なってて、ちょっとびっくりしてて、何かいるな。これでいいか。よいしょたくそか。操縦下手くそか。やばい。邪魔。よいしょ。ちょっと邪魔だな。これなんでこっち来んねや、お前ら。後ろいた。何やろ、邪魔じゃん。ひんやりだけある。無理だな。どうしよう。なんだこれ。初見なんだか、ここ、ほんま。は？ここ！登る！ナイス。なんだこれ。なんか誰かいる。敵いるわ。敵の拠点だったか。やらかしたな。狂うんじゃなかった。よし、さらば。よし、じゃあ勝ち込んでいくか。ならば、しょうがないから。無理か。おぉ。無理なんかそこも。
終了。んで、アイテム。どっから入れんのこれ。やば。入れるとこないんだが。は？ほんと、はなんだが。意味が分かってないな。この拠点はどういう拠点？どういう拠点というか、どっから行ける拠点？ミスった。まあいいか。行き方は分からんし、まず。無視で。無視の構成で。何だったんだろう。ほんと、ようわからん。どっかから入れるんやろうけど、見つけられないっていうことになっていかない。不思議だ。よし、ここから行こうも。うわぁ！うわぁ！いいぞ！よいしょ！ナイスー！しばちゅちゅり、ナイスー！いや、いるんかーい！よいしょーい！よいしょーい！うわ、でっけえ！あっぷね、ほんま。よし！おつつまの祠、行きましょう！レッツゴー！おつつま。つまおっつーみたいな。軽い軽い。何その軽いノリの。夫。なんだその夫やん。なんか逆に腹立つやな。お？え？なんで？え？ほこら、え？ラウルの祝福。あれ？え、嘘？そんなまさか。え？何ここ？え？どういうこと？なんか身構えたか？違う、え？え？祝福やった？え？なんで？わからん。いや、ほんとわからん。え、なんで？なんでここ祝福なの？理解に苦しむんだか。あれ？過去になんかチャレンジ、エピソードかないかの、心かのチャレンジやって、ここ、やったんかな？やったんかな？やったんかな？なんかそういう仕掛けのやつやったんかな？記憶にないんだが。は？え、なんで？いや、すげえ。ちょっと身構えたんだ。だから、今。うん。でね、さっき言ってた、ところちょっと行ってみようかな。なんて思う。あのあたり、なんか変な壁があってさ。変な壁というか、雷の文様が書かれている壁がありまして、それがちょっと不思議で思ったんで、ここなんですよ。これ。雷の、受ける。いや、待て。なんか入れるぞ、この中。なんだこれ？発見！トスメジア第一の洞窟。なるほど。何かあるんかなと思ってん？あ！これルージュいる。今、これルージュおるわ。よーし！ナイス！んてれれれれれれれ。ナイスである。いやー、カリバナー！またマックスー！おーおお巨大なやつは大丈夫。迷いの落とし物ナイス。39、やば！ちょっと、
魔物の、やっちゃったっけ、兄弟の方、行った方がいい可能性ある。何これ。あ、何か、アイテム。大きなゾナニウム。はぁ、あ。はぁ、あ、ってなる。はぁ、あ。ここに上上がると何かあったりは、しないんかーい。いや、しないんかーいってなる。え、なんなんだ、ここ。不思議なんだが。だいぶ不思議な。ほら、ほらではない。洞窟なんだが。はぁ、暗いからね、まあ、大丈夫だと思うんだけど、明かり花一個だけさ、ちょっと気になってさ、ここ明かり花どこやねん、まどこにあんのかわからなくて、あった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 999あるわけやしさ、何か破壊できる岩場あったりするのかなと思って見てけど、ないわ、マジか、えーってなった。はい、また999号。えーってなった。なんだこれーってなった。なんだったんだろう。あ、そういう、ルージュのやつ、言いますよっていう、そういう、表記なんかな。不思議なんだが。すげえ不思議なんだが。ほんま。お、ここにありますね。行きましょうかね。ここの祠から行きましょう。ここ確か金のリンゴ取れたところの祠だよね、確かね。いやー、だいぶ、すくらなってきたね。地上にある、祠の、剣のマークの数が。おっと、ちょっと。うーし。鶏肉ー。ナイス鶏肉。今はちょっと無視しておきましょう。金のリンゴ系はね。ちょっと持ってたりするんで。裏で取ってたりはするんですよね。うん、こっちやね。オッケーオッケー。あ、コラチャレンジや、これは。ってことは祝福や。本当か？いや、本当かってなる。上空で変なこと起こったから、それで。うさずまの祠。上空の祠で、祝福のところで、変なこと起こったから。光が差し示す、水晶。悟り山の祠と水晶。悟り山、なんやろ。悟り、いるんかな？いっぱい。2匹ほどいるんかな？いつも1匹だけやから、ここら辺2匹ぐらいおんのかな？っていう、そういうね、冊子みたいなものがつくよね。ここかな？発見！悟り山、悟り山麓の洞窟。なんか動いてね？マジか！ボスか。ボスか。ボスなのか。マジか。なんか動いてねえじゃん。え？ってなったよな、ほんま。あ、なんかちょっと、声が聞こえたら、デオデオ。マジか。ボスか、ここ。マジか。無理か、取れんか。おぉ？ないなぁ、無理だなぁ。よし、倒すか。ならば。何のボスかな？
その前にちょっとな、こっち見えたから行くよな。いるしな。はい、お疲れ様でーす。毎度いいの、落とし物ゲット。40個目やでも。納品しに行かれば。先に探索してるね。しちゃってんね。これ合ってるのか。貴重茨城、あ、40個合ってる。オッケー、ナイス。じゃあ倒すか。あれなんだろう、何のボスだろうこれ。あー、ヒロックスな。よーし、ナイス。弱そうだな。獣王の指で行くか。うん。あかん。指すぎて。ああ。はい。お疲れ様でーすよね。ま、どうした？うん、オッケーオッケーオッケー。ね、爆弾のやつをね、処置させたいわけなんだが、ああ。オッケー！ ナイス。あ、マジか！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 あれ、ちょっと待って。なんか変、なんか変、なんか変。おう！邪魔や！変なとこ行ってた俺、やばっ。やってもうたかまた。オッケー、あ、取れた。え、終わった。おーい、はいや、え、何が起こった今。3つ装備してる、してたからかな。3つ一気に行ったんかな。可能性大だな。おっと、ヒノクセロトロー、ナイスー。リンゴ、なぜリンゴ、なぜリンゴってなった。ただなんかさっき聞こえたんだよな、音がさ。悟り山36、悟り36って乗ってたからさ、もしかしたらこれどっかまだいるぞ。可能性だか、可能性だが。こっち行った時になんか変な鳴き声聞こえたんだ。でやでよみたいな。悟り36とか言うからさ、2機ぐらい温度かなっていうね、気がしたんだが、いないっぽいな、見た感じ。なんか行こうもん。よし、OK。これで他のチャレンジは、コンプリート。とは思う。まあ、悟りを見つけに行くっていうのもね、やった方がいいかなとは思ってるんで、後々にね、また、地底とか、いう、そんなところ探索するかに使っても、作っても良さそうではね。うん。水晶を注ぎしむろよ。何時に情を払う。光を与えん。あざっす。コンプリート。悟りさんの祠と水晶、コンプリート。いいね。いいですね。最高ですね。それで。ここ本当に祝福？じゃ、怖い。ほんま、ラウルの祝福。じゃ、一度なんか変なこと起こってからちょっと疑心暗鬼になっている、ラウルの祝福。
ゾラニウムの合奏。いやー、いらねえ、今。今、これでね、十分なんで、ここはこのままにしときましょう。合奏なんで。またそのうち取りに行きましょう。ここよね。書いとかねば。忘れる。絶対忘れる。忘れる自信しかね。取ってないところのエリアの、エリアというか、祠の中の武器なんて。なんの祠やったっけ？ちょっとそれ見んと、隔離かけないってことになっている。うん。ちなみにですね、もうペンの方とかはね、もうすでに、もう、終着点についてるんで、一つのペンばっか使ってるっていうね。色違いのやつは持ってるけどね、そこね。これ何の祠だっけ？うさつまの祠。ああ。うん。これね。OK。うん。で、その、テンというものが、ジェットストリーム、ユネのジェットストリームから出てる、アルファゲルがついてるペンですね。うん。結構持ちやすいし、書き心地も最高やし。スタンプ？なぜ？いや、コログいるからか。あれ？この上もなくね？いや、あるわ。あと何個かあるな。うん。ただね、時間的にもね、厳しいんだよね。いろいろとね。スタンプなんか変なのあるな。コログな。コログだから、つけてるっていう感じやね。今ね。どれくらいやってる？でも、だいぶやってんな。あ、やべあ、やべって。時間的にもちょっと終わらなければいけなくなってきてるんで、次回ね、この上の、ところ行って、あと、空の方の、祠とかもね、すべて行ったかどうか確認だけしておくわ。あれ？マイアミ？マイアミの祠？なんか撮ってないな。きっとここも撮ってない部類やろね。うん。これね。ちょっと確認だけしておくわ。そこら辺はね。で、確認して、やってないところはあればね、また取りに行く感じにしましょう。空島とね。で、その後、各地巡りつつ、やってもいいけど、まあ、ストーリーの方進めましょう。何もすることなくなったら。することはあるんやけど、いっぱいね。悟り、やるにしか、やるしかり。悟りの、いや、洞窟すべて探索するしかり。うん、それでね。悟りをするしかり。で、あと、その、地底ですよね。問題ね。問題は地底なんですよね。でも、ストーリーある程度進めたら地底にも行ってもいいかもしれないね。うん。エピソードチャレンジもまだ一個残ってるし。うん。もう今日みたいな感じでミニチャレンジ1個残ってる可能性もまだね、ミニチャレンジとかエピソードチャレンジ残ってる可能性もあるわけで、それも全て終わらせてね、ゼルダの伝説を終わらせたいんで、ディアーズ・オブ・ザ・キングダムね、それほどまでに注力できるゲームなんで、次回そこら辺やって行きましょう。じゃあ、ご視聴の方ね、ありがとうございました。また次回の方ね、次回ね、お会いしましょう。今、変な盾構えたせいで、こう、出す声を間違えたっていう。
では、ご視聴の方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アデュー、アデュー、グッバイ、イッサラバ。